おととし7月、熱海市伊豆山で起きた土石流災害で、被害を受けた逢初川を改修する工事が本格的に始まるのを前に、きょう、安全祈願が行われました。三者のため、つもの立て祭り。きょうは工事を担当する県熱海土木事務所の職員をはじめ、地元関係者30人が集まり、安全祈願を執り行いました。この工事は、被災した逢初川の護岸の改修を目的に県が行うもので、これまでに地質調査や測量を終え、本格的な改修に着手します。県によりますと、今回の工事は、市道伊豆山神社線から河口までの650メートルを予定していて、これまで 1.5 メートルだった川幅を 3.4 メートルに広げるほか、河川の勾配を緩くしたり、コンクリート構造にするなど、30年に一度降るとされる大雨にも対応できるよう整備するということです。この改修工事は2024年度末までの完成を目指すとしています。